翔平 TV ゲリラプレゼント動画解析決定。応募資格証はこちらになります。そのプレゼント動画こちらです。スミレグローブエアメンマンモデル翔平 TV T シャツアシックスバッティンググローブ、最軽量のスミレグローブ、なんと 500g 以下。そして翔平 TV T シャツもプレゼント。皆さんコメントお待ちしてます。はい、どうもひとつです。今回はラガーズ対ブルズ戦のオープン戦を様子をご覧いただきたいと思います。まず先頭斉藤さんです。足が速いバッターなので先頭は出たいところです。これが大きく割れる変化球で三振に倒れます。まあ、なんとか当てたい場面だったので、まあゴールを壊せば何かあったのかなと思います。続く西澤さんはこれも変化球でショートゴロに倒れます。いやー、この変化球はなかなかねタイミング合わないと思うんですけど、まあ意識的に右方向へっていう感じで。続き柴田さんはここをフォアボールを選びます。なんか柴田さん結構打ってるイメージがありますね、自分の中では。続くバッターは石田さんです。まあ、これも強打者なんで、まあチャンス拡大してくれればなと思います。はい、このボールですね、ここで柴田さんが仕掛けます。これを盗塁決めますね。でチャンスでね、大黒柱石田さん、ここは打てるのか期待大です。はい、まあ、ここは高め外れてフォアボールでチャンス拡大、ランナー1人塁になります。で次のバッターが新入団の柳中くんです。柳中くんパワーがあるので、まあ長打期待ですね。でここで柴田さんが3投。いやー、柴田さんは結構本当に野球能がすごいのでね、頭がいいですね。でこの場面で柳中くんがドカーンレフトへ、レフトダイビングキャッチするも取れずに、で柳中くんはこれがタイムリーなってタイムリースリーベース。いやー、ナイスバッティング。いやー、まずこれでね取れたのがでかいですね、先制点も。で続けてヒロト、いやー続けたいですね、ここもう1点取って3点取りたいですね。はい、ここは外見逃してストライクになります。次のボールです。じゃあ投げた、ドカーン、まあ、センターに打ち上げてしまいました。いやーね、ライナー戦打ちたかったですね。はい、まあ、先発には新入団の柳中くんが入ります。まあ、柳中くんは結構ストレートが力強いので、まあ、ストレートで押すピッチングが、ね、持ち味です。まずこのバッターです、1番バッター。はい、ドーンでサードヒロと強い打球に取れずに内野安打ですね。これはね大気早かった、いやエグかったです。次のバッターは、はい、ここで盗塁を許してしまいます。はい、ドーンドーンドーン、アウトロービタビタで見逃し三振に打ち取ります。いや、これはマジで出たかったと思いますね。よ、次のバッター、これイレギュラーで跳ねてしまいましたね。いやー、何してんねんボケ、ダメですね、止まってるって言われてるんですね結構。はい、次のバッター、アウトロービタビタで2アウトに取ります。いやー、ありがたいです。ライト宇宙間真っ二つ。いやー、申し訳ない、自分のエラーのせいですね本当に。これでランナーはサードに行ってタイムリースリーベース、これで同点になります。いやー、本当に自分のせいですね。で次のバッターです。いやー、カーブ、はいはい、これで見逃し三振に打ち取ります。いやー、柳中君ナイスピッチングです。ラガーズこの回は翔平さんからです。まあ長打期待ですね。あと先頭出てほしいですね。はい、このピッチャー
変化球から入りますね。やっぱ長打打たれたくないんですかね。まあ、ここは多分警戒されてます。はい、ストライク入れていきます。カーブで、で次の球です。はい、このカーブタイミング合わず三振になってしまいます。いや、ナイスボールです。このピッチャーいい球投げます。続いてキャプテン神田さん、はい、これをうまく合わせて右中間に、いや、お手本のような打球です。いや、ナイスバッティングです、キャプテン。次ザキさん、岡崎さんが右中間、これも右中間に、いや、これがね反撃の糸口となりますね。これで神田さんはホームに帰れず、チャンス拡大です。ランナー2、3塁、いや、ナイスバッティングです。で1番斉藤さん、はい、これを足で稼いだ、いや、執念のヘッドスライディング、タイムリー内野安打となります。足が速いっていいですね。次に西澤さん、はい、ナイブッチ反対方向、逆方向にね、こうやってヒットを生まれているので、のこういう変化球投手の対応ができているのかなと思います。3回になり、ヒロトの2打席目、これでチャンスですね。この時は、はい、これも右方向、はい、セカンド、いや、これは本当にいいプレーです。まあ、アウトになるも1点を返します。続く翔平さん、先ほどのリベンジできるのか。カーブね、ちょっとね気をつけていきたいところですね。ピッチャー投げました。ここはストレートで入ってきましたね。まあ、タイミングずらすっていうのもありますね。はい、ストレートには合ってますね。翔平さん、カーブですね。カーブがどこで来るか、いや、欲しいんですよ。ここで仕留められないんですよね。ここで仕留められればっていう感じなんですよ。はい、でカーブが来て空振り三振になります。いやー、まあ、カーブですね。これで引きつけてればね、右中間に行ったと思います。寺久くんの3イニング目です。まあ、3イニングですね。次の、はい、これナイスボールですね。空振りで三振マシンになってきたのか。いや、ナイスボールです。で次のバッター、これもアウトロー、ビタビタに見逃し三振になります。ナイスボール、これでツーアウト。いや、ナイスボールやな。はい、これ多分ストレートですね。これもね、ちょっともったいないかなと思います。ツーアウトからのフォアボール、いや、修正ですね。でこれでチャンスになってしまい、カードヒロと飛び込む、も惜しくも取れずに、カットすればよかったかなと思いますね。この連携、はい、送球に乱れて、ね、追加点を与えてしまいます。まあ、これは本当は一か八かだと思うので、まあ仕方がないかなと思います。で次のバッターです。好打者1番のバッター、はい、ドーンと左中間に打たれてしまいます。これ本当にいいバッターの証拠だと思いますね。これがタイムリースリーベースとなります。勉強させていただきますね、これで。いやー、ナイスバッティングです。でここで投手交代で竹内くんがマウンドに上がります。竹内くんの投球は次回、良平さんもマウンドへ上がります。良平さんに期待大です。はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。